third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい。お、今日はまた違う車が。はい、新型のシエンタですね。あ、シエンタなんですか。シエンタ。なんかだいぶ顔つき変わりましたね。変わったな。今回のこの新型シエンタ、はい、なんか大きくなった気するわ。なんかちょっと横もでかいですね。うん、店長がちょっとちっちゃく見えますね。ほんまに。はい、俺じゃあ TikTok は撮れへんないや、まあまあ大丈夫だと思います。多分車高がノーマルやから。ノーマルですよね、今日。一応確認です。ノーマルですよね、今回。はい。え、変わってるんですか。いつもローダウンですよね。はい。今回シエンタなんで。上げとかですか。逆に。はい、逆に上げちゃうんですか。ノーマルの仕様。ノーマル何回はい。ノーマルの仕様。あ、ノーマルなんですね。はい、今回のお客様。はい。なんと。なんかすごい人なんですか。茨城県のお客様。おお、遠方ですね、今日も。茨城県のお客様でなんでいきなり新型のシエンタなんですかって皆さん思ってると思うんですけどね。はい、僕も思いました。思ってる。はい、タイガーはもう多分入っとったと思うねんけど、はい、5年6年前ぐらい。はい、あ、すみません、今はい、その5年6年前のことをちょっと妄想してました。めっちゃ貯めるなと思いましたよ。5年6年前ぐらいに、はい、弊社でボクシーをご購入いただいて。お乗り換え。 No 増車。今回は奥様のお車になります。あ、そうなんですね。はい。そしたらこれからボクシーとシエンタで2台。ボクシー、5年6年前に販売したんですけど、はい、はい、まだ現役バリバリで頑張ってくれてるということで。おお、はい、今回は奥様のお車をご連絡いただいて、はい、ただちょっとシエンタな、ディーラーの営業の人も言っとってんけど、はい、値引きが全然ないらしい、メーカーから。あ、そうなんですね。うん、だからうちも全然値引きできんかって、はい、で今回な、特になんかこううちに来てこれをやりましたっていうのないねんか。はい、だから何々さんすみませんっつって、で俺らがさ茨城県まで行こうと思ったら、はい、やっぱそれなりのお金かかってまうから。陸送費ですね。うん、だって燃料だけで多分、はい、4万円近くかかると思う。お、結構ですね。4万円言い過ぎか。3万円ちょっとぐらい多分行くね。はい、で高速も多分1万5000円近く片道行くと思うね、多分。3万円。3万円近くやから。はい、6万円。6万円ぐらいやっぱかかってしまうね。はい、で俺の人件費は。店長の出張料15万円でしたっけ。僕はボランティア団体立ち上げてるんで、はい、僕のニットはなし。ゼロ円。マジか。それでも6万円かかんねん。あ、はい、うん、だから何々さんすいません、はい、値引きが全然ないから、はい、そっちのディーラーで、はい、購入してもらった方がいいかもしれないですって、はい、もう言うてん、正直に俺は。まあそうですね、うん、正直10万円ぐらいしか値引きできんかったから。はい、うん、結構渋いですね。めちゃめちゃ渋い。渋いっすね、渋いっすねって俺言うたもん。まあそうですね。いや、全然シエンタは値引きがねってないんですよって言われての。はい、まあちょっとできる限りのことは目いっぱいやらせてもらってんけど、はい、そういうふうにちょっと伝えさせてもらって。はい、でもここにあります。ジールさんでお願いしますって言ってくれ。マジっすか。もう泣いた俺あ、泣いた。だからあの時迷惑かかった、うん、ほんまに、はい、嬉しい。そうですね、本当にそういうのを言っていただけるのが嬉しいですね。うん、はい、今まで頑張ってきてよかったなって、はい、うん、改めて思ったわ。そうですね、はい、S さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ今回こちらのシエンタをご紹介したいと思います。はい、まず今回のシエンタなんですけど、はい、ハイブリッドですね。あれ、ハイブリッドですか。お前な、言ってないのシエンタ。そう、いつも青いですよね。確かにそうやな。あ、エンブレム交換したんですか。してない。あ、ノーマル。うん、普通にヒートブルーエンブレムやった。あれなんかそんな感じの名前ですよね。なってないな。はい、ほんまやな。パッと外見見てハイブリッド感ないですね。ハイブリッドですね。あ、ハイブリッド。後ろにはい、ハイブリッドシナジーなんて。ああ、あれやん、このはい、ありますね。後ろはついてるんですね。ハイブリッドです。前から見たら分かんないですね。で今回ハイブリッドの
はい、グレードが G。 みんななんでか分からんけど Z が多くて YouTube とか見とっても Z が多いねんか、はい、今回 G。 あ、そうなんですね。 3つグレードあんねんけど、はい、今回 G で、はい、Z やったらあのこのヘッドライトかな、はい、ちょっと黒くて、あ、ちょっと黒なのプロジェクターついてて、あー、うん、SZ みたいな感じですね。そうそうそう。で、あとここが確かシルバーやねん。あ、シルバーになるんですか、うん、あ、今回なんかシエンタこの、まあ、ホワイトパールやからな余計にやねんけど、この、はい、マットブラックの部分があるからなんかオフロードチックというか、あ、そうですね、さっきちょっと横、うん、アウトドア感出てる、はい、うん、かわいいですね、なんかかわいいな、はい、で、ヘッドライトはLED でリフレクター式ですね、2灯、はい、あー、2灯、はい、まあ、どっちかがロービーム、どっちかがハイビームなんですね。で、めっちゃ久しぶりやってんけどな、はい、あのポジションランプハロゲンでした。あ、そうなんですか、はい、久しぶりに交換しました。だから、あ、交換したんですね。めっちゃ久しぶりじゃなかった。久しぶりです。え、それも LED に変わってるんですか。あの、勝手にバレンティさんの LED に勝手に変えてますさすがですね、はい、あの、これはせめてもの、はい、せっかくあのジールさんでって言ってもらえたから、はい、あの、勝手に変えちゃいましたはい、はい、今度ライトを一回ちょっと一回いきます。でもフォグランプないんですね。シエンタないな。あ、うまいですね、下が、はい、あウインカーハロゲンですよ。ウインカーはハロゲン。おー、そう、なんかあれですね、懐かしい感じというか、まあ、ハロゲンはハロゲンでいいとこあるんでね、そうやね、やっぱ光り方とかワンワンするからな。そうですね。だけどあのポジションポジションランプだな、はい、まあ、ヘッドライトが LED なんで、せっかく新しい車やねんから、ヘッドライトも LED なんでね、うん、はい、勝手に変えておきました。そうですね、はい、まあ、ウインカーはハロゲンの方がなんかちょっとオフロード感出ていいですね、はい、はい、まあ、フロント周りこんな感じかな、はい、はい、続いてサイド、はい、サイド今回も外装とかはもうほんまに何も取り付けたりとかしてないんで、はい、え、これがまあ G、 マットブラック部分って純正なんですか。純正やで、これほんでなんかで、ちょっとな、こう、はい、落としてあるシエンタ。ほんまですね。そういえば前にもなかったですか。あるで。あ、だからこの車、はい、どこを見てもシエンタってわかる。あ、ほんまですね、うん、どの車種かわからんかったらそこ見たらいいんですね。そうで、あと今回、あ、嘘ついちゃいました、はい、あの、変えてる部分ありました。変えてる部分、今回15インチのこれアルミホイールやねんけど、はい、X と G はスチールのホイールやねん、ホイールキャップ。あー、はい、うん、これメーカーオプションで15インチのアルミホイール。おお、なんかかっこいい形してますね、はい、かっこよくないこれ、はい、うん、すごいですね、なんか斬新なデザインというか、うん、結構なんていうの、エッジ効いてさ、はい、うん、表面こう切削入ってるから似合ってますね、うん、かっこいいな。これはホイールキャップより絶対いいですね、うん、これもお客様のご希望で、はい、あ、なるほど、はい、入れさせてもらいました、はい、で、あとあのシエンタ、この新型のシエンタコマーシャルよく流れとってんけど、はい、あのちょっと黄緑っぽい色の車が、はい、で、あの可愛い犬が走ってる、はい、あ、あれ CM はあの俺の妹の会社で撮影しよう。どういうことですか。ええ、あの会社が制作したってことですか。え、違う違う、あの、はい、サンダに、はい、あのなんていうの、植物こう販売してるとこあんねんけど、はい、おお、その一部分そのサンダで撮影してんねんて。そうなんですか。だから出とった。え、妹が言っとって、シエンタ の CM の撮影来とったで、はい、そうなんですね、うん、このお車の。そう、え、そうなんですね、うん、あの走ってる犬めっちゃ可愛いよな、あのちょっとグレーっぽい、はい、うん、あれ多分僕は思ってるやつと同じだと思うんですけど、うん、あの、はい、線の出しといてな、どんな感じかっていう、はい、あ、この CM ですね。あ、いいですね、はい、リア行きます。はい、はい、続いてリア周り、今回一応、コンフォートパッケージっていうのつけてるから、はい、あのガラス UV とか後ろ入ってんねんけど。おお、めっちゃ暗いですね。スモーク貼りました。あ、で、そういうことですかUV がこんだけ暗いかと思いました。 3%。 あ、見えないです、なんか、はい、今回取り付けしました。はい、はい、あ、やっぱスモークはどの車でもあった方がいいですね。うん、で、さっき Z やったらあのヘッドライトちょっと違うっつってんけど、テールランプも違うねんや、 Z と。あ、そうなんですか。はい、あ、一回電気回りやっとくか。あ、はい。おー、あ、ナンバーと LED。 あ、いい感じやな、結構。はい、ナンバーと LED に変わってました。あ、ナンバーと LED の。あ、それもともとなんですか。
もともとこれ あれじゃん、ボクシーと一緒ちゃうん。あ、ほんまですか。似てんで、めっちゃ、はい、一緒ちゃうか。あ、一緒です。あのボタンと一体になってる。はい。あ、もともとなんですね。うん、結構なボクシーとこう2頭とか結構何個かある。あ、そうなんですか。うん、このリフレクターのさ形状初めてじゃん、はい、あんま見んくない。すごいです、すごいですね。なんか、うん、バンパーの端っこについてるというか。そう。あ、今回そういえばあの7人乗り、7人乗りと5人乗りと7人乗りがあるの。あ、2パターンあるんですね。そう、今回7人乗りっす。はい。おお、はい、あ、3人3列なんと、はい、シェンダモン。この下がボクシーみたいに大容量のラゲッジスペースあるんですか。バッテリーがここに入ってるんでバッテリーかい。はい、ハイブリッドなんで。ああ、そうなんですね。はい、え、でもなんか両サイド一応荷物置けるスペースは、まあ置こうと思ったら置けるんですけどね。ああ、まあちょっとしたものは置けそうですね。あ、すごいですね。はい、はい、なってます。なるほど。パンク修理キットはこちらに入ってます。はい、あ、ここもなんか結構スペースありますね。はい、有効活用されてるんでね、はい、今の車は。こっちは牽引フックですね。あ、ここに牽引フック、綺麗に収まってますね。はい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 。あとに内装の時にやるんですけど、はい、シエンタ結構シートアレンジが、はい、あのすごくて。シートアレンジがすごい。はい、ちょっとあの楽しみにしとってください。はい、楽しみになってきました。はい、あ、後ろもシエンタ、もちろん。はい、わかりますね。あ、でここでハイブリッド。はい、でもエンブレムはハイブリッドシナジードライブ。ハイブリッドシナジードライブ。あ、はい、これ、ああ、後ろのエンブレムもあれやな。はい、ほんまやな。やめたんかな、かもしれないですね。うん、まあ、リア周りはこんな感じになってます。はい、はい、続いてじゃあ内装いきます。はい、両側パワースライドドアですね。あ、ほんとですね。はい、で、中ですか。中いきましょうか。はい、今回もシエンタもディスプレイオーディオでかくないですか。メーカーオプションでディスプレイオーディオ 10.5 インチにあなってます。ボクシーと同じっぽいあれ、あのオプションあるんですね。あのオープニング始まったらもっと重い。あ、そうなんですか。ほら、見たことある。あ、ほんまですね。うん、一緒ちゃうかな。代わりになさそうですね。うん、でナビとかもほら、はい、この感じ一緒ちゃうかな。あ、一緒です。うん、お、一緒です、うん、はい、今回一応 HDMI あのつけてるんで、はい、刺したらもう一個 HDMI っていうのがここに出てくる。あ、ミラーリングもできるってことですか。そしたら、はい、めっちゃいいですね。できます。シエンタは一応、はい、あの HDMI ディーラーオプション。あ、そうなんですね。ボクシーとかやったらもう標準ついてるやん。はい、ディーラーオプションで設定されてます。あ、後からつけれるってことなんですね。はい、エアコン、はい、結構コンパクトで、はい、うん、オートエアコン、お、はい、ついてます。便利ですね。やっぱリア の, あの、はい、天井にこれあんねんけど、はい、サーキュレーター。あ、これサーキュレーター、うん、これ動かしていいんですか。動かして。おお、おー、なんかすげー。お、ここで吸い込んでるんじゃん。あ、サーキュレーターですね。あ、吸い込んでこっちに。え、これは、あ、そういうことですね。うん、あ、出てきました。ディールオプションです。はい、はい、すごいです。なってます。で、せっかく、まあ、Gグレード、あの YouTube とか結構少ないから、はい、あのここのさ、メーターのこのディスプレイもこれ SG とめっちゃ似てない。あ、似てます。サイズ、はい、な、なんかメーターの周りも側もなんか同じような感じ、うん、形してますね。似てるけど、はい、まあ今こういう感じなんかな。はい、こんな感じで、あとはもうミリアレーダー、レーダークルーズとかこの辺についてるんで、そこのスイッチも変わりてる、ね、これもめっちゃ似てんねん。はい、うん、本当ですね。そうやねん、この感じ、いろんなところが似てますね。かっこいいよな、今あの純正のステアリングで、はい、うん、ちょっとそこ穴開いてる感じもめっちゃいいですね。スポーティー、はい、うん、あ、この青いランプ、これテレビキットですね。おお、はい、テレビキットもついてるんですね。ここにつけれるやつ、はい、あと充電器 もうタイプ C と USB 両方ついてて、あ、はい、便利ですね。便利です。で、あとコンフォートパッケージつけてるんで、はい、ステアリングヒーターと前列シートヒーター、はい、え、そんなもついてるんですか。はい、ついてます。めちゃくちゃ十分じゃないですか。いや、もう十分。はい、ここ一応小物入れになってます。おお、ティッシュとか入りそうですね。はい、お尻拭きとかもいけるな。あ、めっちゃいいですね。はい、家族に持ってこいな。持ってこいです。ルームランプも1列目 LED になってます。ああ、はい、
こういう感じで、はいはい、追加でやるところがないぐらいちゃんと充実してますね。してますね。であとは今回あのメイクオプションやねんけど、はい、前後ドラレコ ETC の 2.0 これセットやったな。あ、そうなんですね。はい、ついてます。なんかガラススッキリしてますね。いや最初な、はい、この辺にこうドラレコついてんねやろなと思ってんけど、はい、そのセーフティーセンスここにカメラついてるやんか、あの、はい、ミリあのレーダーとかの、おーおー、はい、そこにこう一体になってるわ。めっちゃすごいじゃないですか。リアはあの、はい、ちょっと今リアゲート開けたから分からへんな。あー、どれや、これかなあ、それあ、これなんですね。これリアのカメラ。へー、はい、なってます。めっちゃいいですね。はい、すっきりしてます。でこのままちょっと、はい、いいですか。お、2列目タンブルシート。はい、タンブルです。はい、結構あれですね、くるっとタンブル、タンブル。はい、これしたら3列目めちゃくちゃ広く乗れますね。あ、確かに、はい、ほんまやな、この状態ですもんね。おー、倒れた。これで、え、前行くんですか。前にガチャンと。おー、え、どうですか。お、めちゃくちゃ広いですね。はい、荷物もめっちゃ乗るで、これ。はい、めっちゃ乗ります、はい、でもここまでやるってなったら2人になっちゃうんですよ、乗れる。あ、まあ2人やけど、はい、こういう感じで、はい、フラットって言ったらちょっとあれやけど、はい、大きな荷物も乗せようと思ったら乗せれるような感じで、まあ、乗せれますね、はい、シート動きます。はい、はい、え、じゃあこれ2人か7人しか乗れないってことですか。2人か7人、はい、いや、2人か4人でもいけるやん、さっきので。あ、そうですね。あ、5人でもいける。はい、5人でもいけるんですか。え、ちょっと待ってください。え、2列目帰ってくるんですか、これ。え、2列目そのまま帰ってくるんですか。これ、あの5人乗りモード。え、3列目のシート2列目の下に行きましたよ。うん、これ5人乗りモード。あ、ちょっともう一回後ろ戻ります。はい、ぼちぼちの荷物乗りますよ。ほんまですね。はい、え、すごい。うん、一応今2列目ちょっと前にやってんねんけど、はい、これで後ろ行ったら十分スペース。あー、スペースあって、はい、荷物スペースもあって、え、めっちゃすごいですね。うん、シエンタの魅力です、これが、はい、ボクシーとかやったらやっぱ跳ね上げしてこっちとかなりますけど、うん、え、これ3シートの下に行くんですか。そう、シートオンシートですか。うん、新しいよな。新しいですね。はい、めっちゃ便利ですね、これ。で、あと、なんていうの、やっぱり床低いからさ、室内のこの高さめっちゃあるから。あ、高いです、確かに、うん、おー、あの、やっぱ売れる理由がわかるな。はい、これ7人乗りの方がいいですよね。ずっとこの状態で置いといて、ま、あ、ちょっと人乗らないか、任せてっつって出せるんで、うん、そう、はい、バッチリですね。バッチリですね、本当に。はい、めっちゃいいです。で、あとタイが、あの、はい、まだあるんですか。あのシエンタで、お、はい、なんかすごいなこれと思ったんが、はい、映るかな、あの助手席のさ、内張りドリンクのとこ、はい、分からんかな。あ、なんか、うん、ラージ、ラージミディアム、ミディアム、スモール、なんかペットボトルの、はい、絵がでかいのまでいけるってことですか。そう、え、すごいですね。なんか内張りの形がまずすごいですね、なんか、うん、あ、こっちもスモール、ミディアムまで、うん、へえ、なんか遊び心あるというか。はい、であとは、あの、僕らこう新車動かすときってあんまりこうベタベタあんまり触らんようにすんねんけど、はい、いつも普段ボクシーとかアルファードやんか乗ってんの、はい、大体こうやって座ってたらここに、なんていうの、あ、そうなんですね、あんねんけど、それをな、こういったらここやねんや。あ、ほんまですね。持つとちょっと上なんですよ、シエンタ。あ、ここ、はい、あ、ほんまですね、ちゃんと持てるようになってます、うん、すごいですね、こっちも。いつもおっとってなんねんや。確かにこれはありますね、いつも、はいはい、で、あとはパースラー、ここで操作できたり、はい、オートハイビーム。あー、まあ、内装はこんな感じでシンプルやけど、ブラックで、これ Z やったらベージュやったから確か内装、あー、うん、黒落ち着いて、はい、いいです。はい、あとはもう最後取り行きましょうか。はい、フロアマット。え、あ、フロアマットですね。はい、フロアマットつけてるんで、はい、はい、ジールのあるんですか。あるんです。あるんですか。はい、あるんですね。あるで、ちゃんとシエンタの7人乗りもあるんです。あるんですね。だからなんかこう違う車で、あの、はい、こう車買ってフロアマット、ジールのフロアマットつけたいなっていう、はい、あのクロートな人がいらっしゃいました。問い合わせしてもらえたら、はい、あのフロアマットの工場に確認するんで、作れるかっていうの、はい、あのお問い合わせしていただければ
ご対応できるかもしれません、はい、うわ、はい、どの車種でもってなったらめっちゃいいですね、まあ、内装はこんな感じになってます、はいはいはい、いかがでしたでしょうか。すごかったですね。なんかあのシートのアレンジが全部頭に入ってきましたそれ以外がちょっと全部持って行ってもうた持って行かれましたね、まあはい、7人乗りならではというか、はい、ディスプレイオーディオも 10.5 インチシートヒーターついてる、オートエアコンで1個言うの忘れとったん言っていい、はい、何ですか。ブラインドスポットモニター一番大事です、それだから納期結構かかったんですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ言うて半年、はい、半年ちょっと。あ、まあ、まあでも元々がねやっぱ早かったんで、やっぱり今はあのトヨタはあのやっぱりハイブリッドやったら結構納期かかるんで、はい、まあ、今回のお客さんも今乗ってるお車が、はい、まあ、車検いつだったかな、10月やったかな、あ、ぐらいから、まあ、余裕あるっちゃあるんですけどって言っとってんけど、はい、やっぱちゃんとこう計画性持って早めに言っていただけたんで、はい、ギリギリに探したら、はい、車検受けるどうするどうするってなりますもんね。そう、早めの、乗り換えはご計画的に、乗り換えはご計画的にご計画で、はい、はい、まあ、今回あの新型のシエンタ、はい、まあ、ジールでは初やったから初めてですね、はい、これいい車ですね。いやー、うん、いいですね。本当に Z も一回見てみたいけどな。あ、そうですね、どんな感じなんか。でもこれはこれでちょっとやっぱオフロードとかで走っとったらちょっと似合いますね、うん、内装ベージュになったらあの結構なんていう違う車の感じするやんか。あ、そうですね、うん、もし機会があれば、はい、シエンタもジールでご購入いただけますんで、はい、シエンタ欲しいっていうお客さんもいらっしゃいますし、あのそちらもお問い合わせください。お願いします。はい、ということで、今日からちょっとさすがにあの茨城県日帰りちょっと無理やからはい、はい、いやもうそれはもう無理されずにお願いします。今日出て、はい、で、ホテルで一泊して、はい、明日納車して帰ってくるわ。はい、お願いします。はい、あの店番頼むね。はい、わかりました、うん、まあ、まあ、5年6年ぶりにあのまたあの会うんで、はい、結構楽しみ。そうですね、あのボクシー持って行った時はなめっちゃお子さんもちっちゃかって、はい、もう今だから小学生ぐらいになってるってことやから。おお、うん、覚えてるって聞かなかったんですね。絶対覚えてないはい、ちょっとあのああ新しい車やんって言ってな、はい、喜んでくれるかもしれんし。めっちゃ、はい、明日土曜日やからあの、はい、学校も休みのはずやから。おお、ほんまですね。はい、ちょっと楽しみに、はい、まあ、ちょっとぼちぼち行くわ、遠いから。そうですね、ちょっとまあ無理、最近無理しすぎなんで、たまにはちょっとホテルでゆっくりしてもらっていや、ゆっくりできへん。ホテル着いたとしてももう結構夜遅いからね。多分温泉行きましょうもん。それはないねん、今回ないんですか。ないねん。探してきます、周り。頼むわ。はいいつもね、遠方納車行った時、あのタイガがあのご飯屋とかはあの結構ね、僕が走ってる間にあのいっぱい向こう着いたら LINE でね、はい、ここなんかこんなんあります、こんなんありますっていうのを送ってくれるんで、あのせっかくやっぱ遠方行くんでね、ちょっともうあのその辺は周りに。そうや、 YouTube 撮らなあかんから、はい、うん、あの撮れたかちゃんとないとあかんからな。今回結構ハードル上がりますね。だけど今回天気悪いねんな。今日もめっちゃ土砂降りやし。そんな露天風呂がいいですね風邪ひく、はい、あのまあちょっと YouTube の撮影も今回持っていく道中あの、はい、やりますわ。はい、はい、あのそちらの動画もこの動画の後で上がると思うんで、よろしくお願いします、はい、皆さん、チャンネル登録、はい、はい、高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。